そういうさまよい心みたいなものを残したまま座るのではなくてただ思考にあまりこう縛られずにただあるっていう状況にしていくっていうのがこれがただ座るなんですよだからただ座るには今言われたみたいに行動を起こししてていいいいきななながらあの手放していかないといけないだから静かに座ってるけれども非常に動的ででもあるわけです。かといって脳が動的なのではなくて体が動的なんですよ。 はー、あ、そういうあり方なんですよ。みな、はあ、さんこんにちは須磨寺の小池四人です。いつもご視聴いただきありがとうございます。さあ今日はですねスペシャルゲストにお越しいただきましたえ広島県は総当主不問寺のご住職であられる。 吉村祥洋さんです。吉村さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ようこそ神戸スマへ <laughs> お越しくださいましてありがとうございます。車でちょっとぶっ飛ばして三時間 <laughs> <laughs> いやーあの今日はですね吉村さんなんでスマデラにお越しいただけたかというとまあ普段ね当然広島のご自望におられるわけですけれどもまあとはいえ全国飛びは世界か全全国世界を飛び当てはるんですけれども <laughs> その中でも今回は 神戸に、まあ、私も文化講座の講師を務めてるんですけども NHK 文化講座がありまして、まあ、神戸駅にあるんですけどもねそこで講演をね今午後なんですけど午前中に講演をされて、はい、お疲れにもかかわらずこうお越しいただけたということで <laughs> もう念願ですよいやーありがとうございますもうもう今年入って神戸教室2回目だったんですけど 1>,、はい、1回目の時には午後からの,じあの授業で、はい。 終わったらもう夕方で、さすがにここから須磨寺さんをお参りするのは失礼だなと思って。<laughs> 次回は絶対午前中しようというので、もう朝組んでいただきたんですね。はい、午前中に朝五時起きで。五時起きで、はい、もうぶっ飛ばしてした、ねえ。今日は日帰り。日帰り。あ、日帰り。日帰りです。<laughs> 本当、ありがとうございます。よろしくお願いよろしくお願いします。ますでもうね、皆さんおそらくね、うん、まあ。 このチャンネルやっぱり仏教好きな人とかがたくさん登録していただいているので吉村さんの方、結構多くの方がご存知かとは思うんですけども改めてねちょっとご紹介させていただくと私にとってはねある意味でお坊さんになるときになる前ですわその大学時代で迷ってたわけですよその僧侶の道に行くかまあその一般企業に行くかっていうことを悩んでたんですね。いいいろろそういう えー、お坊さんになったらどんなことになるんやろうとかいろんな興味がやっぱりありまして、うん、そしたらやっぱりインターネットで検索するわけですよ。うん、そうするとですねその時あのすごく注目されていたのが彼岸寺というねあ彼岸寺なんだああ彼岸寺を開いた時に吉村さんは出てきてあ<ー>あこういうお坊さんがいらっしゃるんだっていう。まあ あの彼岸寺の初期のメンバーってまあ濃いじゃないですかものすごいなんかもうキャラが立ってるというかまあ表現が難しいですけどすごいまあ個性的なお坊さんが多い中でまあそうですねこう自己顕欲の塊みたいった、はいなやい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 や,あのいやでもねすごい精力的に活動されてる方ばかりが超宗派それこそね宗派に関わらず志ある人がインターネット上に集まっていろんな発信をされてた。 その中のお一人が吉村さんだったので私はだからお坊さんになる前から知ってるわけですよ。そううだったんです、ね、そうですそうですそそれでですね、あのーまあ、あの森さんという信号宗武山派の私がお世話になっている先輩が、あのー、4人くるなんか誰か紹介してあげようかってこう言ってくださって、うん、吉村さん、お願いしますって言って <laughs> 一回、ズームでね <laughs> 最初ズームでお話しで今日ね お越しいただけたものも感動的というかもう、本当に感謝感謝で、うん。ありがとうございますまた。その時に、あ、本物の小池洋二さんだと思って。いやいやいや。<laughs> <ム> <laughs> 本物、<laughs> あの本の人だ。みたいな <laughs> 今日思いました。<laughs> <laughs> ありがとうございます。で、吉村さんの、今日、一あ、まちょっとね、動画。あの、二本立てか、三本立てで、お届けしたいと思ってるんですけど。一本目は、まず吉村さんの、今までの活動、そして今やってる活動を。 これね掘っていくと、まあ、おのずと面白い動画になってきますんで <laughs> あのそういう動画にしたいです。<laughs> いや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 、ね、<laughs> 本当に多岐にわたって活動されていてでなぜ知っている人多いだろうなって想像したのはあの今年ですか、あれ NHK にも出てあそう今年ですね、NHK の E テレです、ねうん、の、まあ、仏教、お坊さんに教えてもらおうみたいな。 いろんなお坊さんに指南してもらう吉村さんが担当されたのが掃除だったんですよね。いわゆる総討集といえば永平寺掃除寺に知られるようにあのピッカピカの廊下とにかく掃除全宗というイメージが掃除という代名詞のようなところがありますけど。 まあまさにその掃除の本も出されてますし、うん、そしてそういうテレビ番組も出ておるし、うん、で今日の午前中の講演もあの見ましたら、まあ掃除 <laughs> <れ>心が整う掃除っていうことです。そうです。ね。はい、まずねこのテーマでちょっと吉馬さんとお話していきたいんですけど、うんうん、その掃除のまあ大切さというのはまああのまあわかるんですけども、うん、まあその心が整う掃除っていうのはいかなる ことなのかまあ今日午前中どんな講演されてきたのかも含めてちょっとお聞きしたんです仏教と掃除っていうのは結構密接につながっていていろんなこの経典の中でも、はい、その、えー、掃除をすることの功徳みたいなことが解かれたりはしてるんです、えー、なので結構この身近なところを掃除するっていうのはすごく大事で、うん、で経、えー、典にはですねあのお釈迦さんのそのそ 僧侶の集団があるじゃないですか、うん、でそこのところでいつも掃除に来てくれる長者みたいな人が、はい、あ,のある時ちょっと家の事情で来れなくなったと、うん、で掃除が、まあ、その日できなその方によって掃除ができなかったっていった時に、うんうん、お釈迦様自らほうを取って掃除をし始めたっていうのを見て、はあうん、お弟子さんたちがあ掃除をするっていうのは大事なんだなっていうことを学ばれたみたいなことがまあ 結構初期の経典とかに、えー、出てくブ、はい、派仏教の教典に出てきますから,うだからそうやって考えたらやっぱり掃除とあの、うん、お坊さんがその掃除をするっていうことはすごく結構大事だったりだとかするんですよね。うんで特に曹洞宗の場合には、うんまあ、掃除イコール、うん、あの仏道修行っていうのが明確に言われているわけですよ。あはい、まあ掃除だけじゃなくて日常的な営みすべてが修行であると、うんえー。当たり前のようにされる 例えば料理を作るっていうことであったりだとか、うん、まあ料理を逆に言えば食べることもだし、うん、寝ることもだし、うん、もうあらゆることが一挙手一投足全てが修行だっていう考え方をしていくじゃあそれがどういう修行なのかっていう話になるわけですけど、うんはい、その時に相当衆の場合だとそれは座禅がベースにあるんだと。 いう道元禅師はもとにかく座禅の鬼でしたから、うん、もう座禅をまあベースに置いておくと、うん、座禅と同じようなありようで日常生活を取り行っていくっていうのがあの禅の修行なんですよと、はい、禅の修行って道元禅師は言っていないですねもうこれが仏道なんだと<ー>仏の道なんだっていうふうに言われたわけなんですよ。じゃあ座禅と同じようにってどういうふうな ものなのか。はいはいはい。で座禅じゃあ座禅って何かって言ったところで、まあ今日のね午前中何を話ししてきたかって言ったら、掃除のテーマなのにほぼ仏教の話をすると。掃除料。仏教とは何か。ああなるほど。全仏教とは何か。ああなるほど。だからもうまさに司法院とかね、商業無常、商法とか実際業区値判弱場とかあの辺から全部説明して、掃除の話は残りの十分みたいな。 みたいなねな話だったんですけど、うん、でもまあ基本的にはそこが分かっていないと、うん、仏道とか仏教っていう教えがどういうものかって分かっていないと、うん、あのいくら掃除をしても、うん、それが修行としての掃除にはならならいわけですよねそうかだから我々が家事とかで、うん、まあ一般の家庭とかで、うん、あの部屋を掃除するっていうことと、まあ、この仏道修行においての掃除というのは、うん ちょっと違うって。やっぱ意識の持って行き方が違いますよね。<ー>だから座禅のような心のありようで掃除ができるかどうかっていう話になってくる。うじゃあ座禅の、えー、ありようって何なのかということで、まあ座禅体験をしてもらったりだとか、ちょっとしたんですけれども、まあ端的に言えば、うん、今この瞬間の事故のありようをしっかりと見つめるっていうことが座禅なんですよね。まあ天台教学とかだったら歯間っていう言い方らしますよね。はい、禅定っていうのは歯間、まあ座禅のことですけど歯間、うん、とも言う。 <と><し>止まるという字止まるという字に見るというですねはい、はい、完全おぼさつの間、うん、死っていうのは妨又瞑想のこと観、うん、っていうのはヴィパッサナー瞑想のこと、うん、で咲又瞑想って何かっていったら心を静めるということですね、うん、でヴィパッサナー瞑想っていうのは、えー、あるがままに、えー、真実を見抜いていくっていうことなので、うんうん、じゃあ座禅って何ですかっていったら、まあ、死感を合わせればいい話なので、うん、心を静なので心を静めて あるがままに物事を見つめていくとこれが座禅の正体なわけですよ。でまあ詩観っていうのはなんかどうやらそのさまたをしっかりと収めた後にビバッサナをするみたいなこれなんか順序があるみたいなんですけど道元禅師の詩観ただ座るっていうやり方っていうのはこれが同時に行われている。うんうん うよなあり方になってくるので、うん、まあそこは特に分けないんですよね、うん、なので今この瞬間をしっかりと自分の状況を見つめていく、うん、でそれを見つめていくっていった時に、うんえー、ついつい私たちは思考でね、うん、考え事で物事を判断したりとかいろいろしちゃうんだけれどもそういった考え事っていうのは余計なもので、うん、今この瞬間には えー、あまりこう関係ないんですよねどちらかというと考え事っていうのは過去であったり未来であったり、うん、ま,あまた別の空想であったり、うん、そういう、えー、今こことは全然違うところの段階といいますか、うん、あの次元の話になってしまうので、うん、じゃあ今この瞬間といったところを足元に置こうとすると、うん、どうすればいいかっていったらやっぱり感じるしかない感覚なんですよね。 ブルース・リー先生が考えるな感じブルーースリ先生がおっしゃったように彼はね「モえオドラゴン」の時に前に傾倒してたからあの言葉が出たんですけどまさに「感じる」っていうことをやっていくつまり五感を開いていくっていうことですよね目鼻耳口身体そういった五感を開いてしっかりと外からの情報というものを自分の中に取り入れていく。 しかもそれは思考というものを挟まずにしっかりと感覚、感じるということでやっていく、うんでえー、その感じるということを常に今この瞬間に行ってい,ないきながら、うん、その掃除というものをやっていくというのが、その禅の掃除であるというふうな、まあ、そういう定義の仕方をして、まあ今日はお話をさせていただきました難しいですね、でもね。難難難しし、ね、しいと思いいいいいいととと思思思まますすうう考がこで <laughs> <laughs> そ,うん、それが余計なんですよ <それ S 1> いや難しいかどうかどうでもいいんですんで,すたいやでもねそれはすごく納得感があって私も法話の中であの私自身が真言宗の修行道場で感じたことが結構近くてですねというのは修行道場ってなんか、うん、お多分禅宗様もそうだと思うんですけど。 ずーっと動いてまなんかいや <laughs> と、ね、仏教を学びに行ったのに座学がないぞみたいな <laughs> いや,いや当然全くないことないですよでもほぼないんですよ、うん、でなんかひたすら掃除してたり真、まあ、言詞の場合だったら手法、うん、あるいは滝に打たれたりとか、うんまあ、とにかく手と足を動かしてる、うん、でそうした時に私が感じたのはあ頭で考える時間がほぼないというか、うん、手と足を動かしてる意識なんですよね、うん でそれは言うならば感情に左右されない生き方こそが、うん、その仏道なのかな仏教なのかなっていうのを、うん、体で教え込まれたのが、うん、あの修行道場だったのかなってだから例えばそれこそねその司法院とか仏教の教義ってすごい大事だと思うんですけども、うんうん、修行道場ってそういうことあんまり教えてもらえなかった、まあ、教,教わらないですね、まあ、当然昔のお坊さん偉いからそういうこと分かって修行道場に入るのかもしれないけど もうこちらとしては何も勉強せまあ吉村さんねあの仏教の勉強されて入ってらっしゃるから私とは全然違うけど私なんかもう本当に仏教のこと何も分からずに飛び込んだ時に、うん、えこのこれで仏教が分かるのかとか最初思ってた、うん、でも後から振り返った時にあそうかこれが仏教的な生き方なのかって思ったのは。うん 頭で考えずに手と足を動かしなさいと、うん、そうすると感情に左右されない、まあ、生き方が見えてくるのかな、うん、なんかそんなこと感じないその感情ってね3つの要素があるって私あの聞いたことがあって、うん、思えば思うほど強くなる、うん、で思わないと思えば思うほど強くなるのに思わないとなんか長続きしない、うん、で <laughs> なのに手と足を動かして何か行動しているとき薄まる、うん、でこの3つの要素から何が言えるかというと 感情はにならなないとのに感情に振り回されて生きている自分がいるなんかそういうことなんでしょうねあまり難しく考えずにただやり直すというかこれが結構相当種の座禅とかって「ただ座れ」っていうふうによく言われるんですよ。「嗜観ただっていうのが「ただ」っていう漢字が入りますから「ただただ ただののっていう,のうつに座るのででこれ強調語ですからただ座りなさいっていうふうに表現されるんだけどあのそれを真に受けてお坊さんが「じゃあいいからただ座りなさい」みたいなが指導するんですよ。でそうするとえ「えっ?」てなってた「だただ座ればいいの?」って言って適当に座ることになっちゃうんですよ。そういうことじゃないからみたいな。ただ座るっていうのは 今言われたみたいに自分の思い計らいだとかっていうものを手放してそういう手放したところにある自己の状態で座っているというやり方そういう自己に出会うのがただ座るなんですよ思い計らいがいろんなことが浮かぶわけじゃないですか最近の脳科学だとそれをマインンンドワリグいうううふに表現しまますすさよ思考でねだからそういうさまよう心みたいなものを残したまま座るのではなくてただ思考に あんまりこう縛られずにただあるっていう状況にしていくっていうのがこれがただ座るなんですよ。だからただ座るには今言われたみたいに行動を起こしていきながらあの手放していかないといけない。だから静かに座ってるけれども非常に動的でもあるわけです。かといって脳が動的なのではなくて体が動的なんですよ。そういうあり方なんですよ。 あのじっとしてるように見えるけれども動的なんですねそれなんでかというと人間はだって体動いてるでしょ確かに呼吸してましで座禅っていうのは下半身をしっかりと安定させて上半身をリラックスして乗せる座り方なんですよあのよく誤解があるのはいやなんか相当しのお坊さんって座禅するだけピンと背筋伸ばして綺麗ですよねって多分ピンと背筋伸ばしてるのは緊張してるからあんまりいい座禅じゃないよねそれよりかは しっかりと筋肉と骨の構造でまっすぐとすっと立っているような状態これがいい状態ですじゃあちょっと揺らいでるぐらいはいいんですかだって揺らぐじゃないですか人間、うん、それは当たり前の当たり,当たり前ですよだって血流だって流れてるし常に動的なんですよ人間っていうのはうだから,そのゆゆら揺らいでるけれどもそんなに、まうん、見てわかるぐらいまで揺らいでいでたら寝てますよねん多分。<laughs> <laughs> そうじゃなくて、まあ、揺られてるけども <laughs>、うん、そこまで揺らいでないけれどもこう静かには座ってはいる状態<ー>、うん、だから常に体はバランスをとりながら座ってるっていう状況ですよね,ねでもそれは自分の意思でバランスをとるんじゃなくて体が自然にバランスを取っている。うん、だから自分の思い計らいでここでピタッと止めるじゃなくて、うん、体に効いて体がまっすぐと立つところを探していく、うん、そういう座り方なので。うん、だから体の断りと、 あとは自然の摂理そのものにお任せしていくような座り方、ねだだまあ、信仰室とさんとかだと大宇宙の、ねうんはい、営みにすべてお任せするみたいな言い方するじゃないですか僕らは天地いっぱいの命と言ったり自然の摂理と言ったり、うん、まあそれが仏というものの表現だったりするわけですけどそういう仏のありようにそのままお任せするっていうのが実はそういうことなんですよね。うん、なんかそういういのをベースにしながら掃除もすると、うん、っていうあり方。 思、うん、い計らいを手放してただただ掃除をする、うん、掃除になりきるという表現もするんですけど、うん、まあそういうふういふな形ですよねだから心を整えるためにするんではなくて、うん、まあ本当に見つめるなりきるという状況の中で結果的に心が整っていくみたいな。だ,だって仏教って、はい、あの何かのために何かをするという文脈が離れるものじゃないですか。そういういことですね、うん、だから これは心を整えたいから何かをするっていうふうな色気を出しちゃうと多分それは手に入らないうちの曹洞衆の道元禅師が「放てば手に見てり」って言葉を残してますけれどもずっとあの欲しい欲しいと思ってこう手を、うん、かざしてたらかざしてても何もなかったけれども、うん、手放した瞬間にここにあることに気づいたっていう、うん、そういう話ですよね。うんうん、だから、えー、と本来自分のの中にあるもの、はい そこに気づくものであって、うん、何かのためにこう新しく何かを掴んでいくっていう働きではないので。か何かのために何かをするっていう文脈から離れていった方が、非常に仏教的かなと思いますよね。うん、なるほどね、うん、じゃあ、まあ、とにかく掃除は掃除で、うん、何、何かのために掃除をするんではなくて、掃除をする。うん、ただ、この生活をしていく、うん、そのうちの一つが、まあ、掃除でもあると。うん、そういうことですね。そういうことですね。た、うん、だ、掃除をすることで、ただ綺麗になるって。 ただきれいになってるということのありようというものと自分が近しくなるというただだそれけの話平川明先生ってご存知ですか戒律のもう亡くなられてるんですけど平川明先生が昔曹洞集で講演されたものが PDF でネット上に落ちてたんでちょっと読んでみたんですけどその時に戒律の先生なんで。 宗道宗の十六条界っていって三期三十条界十十金界っていうものについてちょっと触れていらっしゃったんですで最初の三期っていうのが三期恵ありまして仏法僧の解説していてすごく面白かったのが特に法の仏法僧の法の教えのところですね教えに帰依する信頼するという意味合いですけど。 その教えって何なのかっていったら、うん、まあ一般的にはお釈迦さんが説いたことっていうふうに言われるけれども平川先生の解説だとその例えば座禅をするとか、うん、掃除をする、うんえー、その修行の枠組みの中で決められた通りにそれを行っていく、うんうん、行っていった時に、えー、行った後にこに感じられるもの、うん、自分の中で感じられるものが 教えなんだとだからこう座った、うん、30分座った、うん、とか40分ね例えば一中座りました、うん、座ってあ今日なんか気持ちよかったなとか、うん、あこ,うこういう感じだったなっていうその結果的に出てきたものが教えなちょっとえっどういうことかなって思ったんですけど、うん、なるほどと思ったのは、うん、普通教えていいものをイメージするじゃないですか。はい はい、お釈迦さんが言ったことだ、うん、だけど座禅してると「わ今日の座禅ダメだったな」とか、はい、あなんか足がずっと痛かってそれ,そればっかり気がとらわれてしまったなとかって思うこともあるわけです、うん,んか、ねうん、だけどそれも教えだっていうわけですよ、うん、つまり。あなるほどだからあの自分が感じられたことにいいも悪いもない、うん、自分が起こしたあのアクションに対してそれに、えー、特にそれは、えー、修行という文脈ですよもちろん。うん えー、教えの戒、えー、律に沿った営みをすることによって得られた感覚って言われるものに関しては、うん、それを実践することによって生まれてきたものだからそれはただ今その瞬間にその人がそのように感じたという仏の教えなんだと、うん、自分の体が教えてくれた教えなんですよっていうことを言ってるんですよね。ななるほどなと だから教えを受け取るための,の修行なんですね受け取るためというか、うん、まあ受け取っているんですよね知らず知らずのうちに。だけどそれは自分の個人的な、うん、あの感想でしかないと思ってるけれど、うん、実はそうではなくてそれは体が教えてくれた教えだったんだなと、うん、そのように受け止めていくっていうことが大事なんだっていうことをその平川先生の本あのあの文章を読んで、うん、あなるほどなと。 で確かに私も座禅とかした後に必ず騒がいを開いていて、うん、騒がいを開いた後その自分がどう感じたかとかっていうことを聞くんですよ。で聞いた時にいいも悪いもないっていう話なんかもやっぱりしてたんだけども、うん、あ自分がやってたこと間違えてなかったんだなっていうのはそこであ,あの時間が大事って、ね、大事だやっぱそれは自分それぞれの仏の言葉を聞いてたんだなと思って、うんうん、それがすごく納得しましたよね。いやなんかちょっとその 違ってたらも、うん、あの申し訳ないんですけどあの私、大好きなのが「あのベテルの家」っていう裏階にベテルの家がやってるのが、まあ、そういう精神障害を持ってはる人たちの活動拠点でもあるんですけど自分のことをこう研究していくっていう、うん、当事者研究っていうのをやってるんですよね,すね、うん、それで自分がどういう時に発作が出るかとか、うん、自分がどういう時にこに幻覚が聞こ 見えたりあ聞こえたりとか、うん、あのあ幻聴が聞こえたりとか幻覚が見えたりするか、うん、そんなことを自分で体験の中でそれを発表していくっていうのがあるんですけどまさに我々は自分のの研究ってていいいうのを意外としてななじゃすかそういう座禅とか掃除とかあらゆる修行っていうのは本当に自分を見つめる当事者研究 まさにおっしゃる通おりです私たちはどうしても自己イメージってていうのますよね自分の中でフィルターがあったりだとか先入観既成概念固定観念いろいろあって自分とはこういうもんだとかで勝手に思ってしまっているけれども実は素直にそういったフィルターを手放してちゃんと見つめたならばちゃんと自分と出会えるはずなのに。 つけてそ<う>とか自分が傷つかないようにうそ、ん、をやっぱり自分で認識しようとしちゃう絶対ありますよね、うん、でもそれが全部を手放した時にありのままの,その雑念であったりとか、うん、自分の煩悩っていうのがありありと見えてきたりする、うん、あそうか自分はそういう人間だったんだという気づきになっていくそれを素直に謙虚に受け止められるかどうかというところがやっぱり大事。うんうん それは多分ね時間がかかってもいいんですよ。すぐ,すぐさま受け止めないといけないってものでもなくて、うん、まあ時間かかっても徐々に徐々に自分で受け止めていくってことはやっぱ大事なんでしょう,、ね、うんだからなんかさっき吉野さんおっしゃった言葉であいいなと思ったな。いいも悪いもないっていうのがまさにそうで、うん、何かこの、ね、自分そんなのは自分じゃないと思いたくない自分に気づくこともあるわけだけど、うん、でも、それも自分なんだよって。 っていうところで、それを肯定も否定もしないっていうことですね。そうですそうですそうです。ああ<ー>、する必要性がないですからね。まあそれが自分なんですよね。ありがあるがままですから。それがまあ要は大丈夫という、うん、その大いなる安心安心感とは間違うのかな。その。なで,でも大じ、うん、安心感つながっていくと思いますね。そうですよね。うん、だってかけねえなしにそれがそのまま自分自身なんだから。うん、だってね装飾する必要性がない。うん 彩る必要性も全くないもう、まあ、それがもうその自分であるっていうところの中で、うんうん、あの認めてしまえばいいだけの話になってくるな,なるほどいやそれでですね吉村さんのもう一つも欠かせないキーワードはやはり精進料理だと思うんですよああ、りがとうございますはい <laughs>、まあ、あのお寺でも精進料理の教室をされたりだとかいろんなところで精進料理のイベントで